ただいまの時間がですね、平日の13時です。最近ね、やっぱかまってるんですよね。こういうニートタイム、俗に言うニートがいる時間に、このゲームをやってるバカたちをちゃんとしばいて、現実に返す作業、ハマってます。なんでこんないるの、この時間に。ねえ、セントラルに。バカなん、こいつら。いっつも言ってるんですけどね、未だに変ないんですよ。もう意味ないのかなって、この訴えかけるのが、最近そう思っております。ただ前回ですね、オニア、下手になったっていうコメントがありまして、ふと思ったんですよ。僕は決してね、下手になったわけではないんだけど、スランプに今ね、なってる可能性ちょっとあるなって、最近寒いじゃん。天気がちょっと、ここ2日。ってことは僕がね、スランプになってもおかしくはないんですよ。伝わります?この感じ。昔までね、本当に1回で何キロ ?14 キロぐらいしているプロではあったんですけど、ここ最近気温が下がってるんで、だボジョレ・ヌーボーに近い。ボジョレ・ヌーボーってさ、今世紀最大の、皆さん知ってます?あのワインのボジョレ・ヌーボー。今世紀最大のとかよく言うんですよね。過去最高級の出来みたいな。あれに近い。今、過去最大級のボジョレ・ヌーボーのスランプが来てる可能性も考慮してます、僕は。はい。決して私が下手になったわけではなく、今世紀最大のスランプが来てるっていう、そういうやっぱ表現してほしいな、みんなには。そうはいつですよ。やっぱりこのマンションで生きり合ってる。バカをしばかずしてさ、ねえ、このゲームは、語れないっしょ。これいるな、このマンションに。いや、ちょっと悪いポジ取っちゃってんな。これ一旦引くか。正直、敵前を前にして引くってのはマジで最悪の行為なんですけども、ポジが悪い、一旦引く。これだよね。こういうやっぱ。おい、マジ届くの?まあ、どんなね、優秀な野球選手も空振るときはありますよ。優秀なサッカー選手もゴールできない日はありますよ。まあ、そういう日じゃ大体、寒いんですよね、気温がね、めちゃくちゃ。で、なんでこんなバカいっぱいいるの?本当に。これ、おかしくない?この景色。どう考えて僕は、おかしいと思うんですよね。あいつはちょっと、億万いないから、ちょっとあいつしばこうか。これをさ、マジでちゃんとちょっとやっていかないと、まあ、スランプってやっぱ大事なのは、決してスランプって、なんだろう、落ち込まないことなんですよね。はい。なんで、普通であればね、おそらく普通の人であれば、ああいう負けシーンはちゃんとカットしちゃうんですが、僕はちゃんと今映したい、リアルな様を。そういうとこからやっぱ違うからね。やっぱ大事なのはね、スランプであっても、ちゃんと前に詰める意識っていうのかな。後ろに引いた瞬間負けなんですよね、こういうのは。だそこをみんなに伝えたい。多分俺一回もさ、敵を目の前にして、なんだろう、尻尾巻いて、逃げたのって一回もないはずなんだよね。今までも、歴代、全部の動画含めても。どんな敵も、不利な状況でも、ちゃんと目の前に敵がいたら、僕は挑むんですよ。そういう前向きな姿勢は見せていきたいかな、正直。それすごい大事なんだよね。ちゃんと敵に対して逃げずに、攻め入る。そういうやっぱ姿勢をさ、見したい。俺の人生にやっぱ投影してるよね、プレイングがね。そこなんですよね。一切こう逃げずに、戦いに行く。それこそがやっぱ、真骨頂なわけですよ。いたね。は?なんなんこいつ。なんなんこいつ。マジで。急に来んのやばすぎんか、おい。一旦引こうか。なら一旦ちょっと引こうか。一旦しっかり立ち回って、冷静な判断をする。冷静な判断をしていって、ちゃんと整えると。この一瞬の隙だよな。で、取るもんしっかり取っていって、耐久値をな、確保しておく。これ、前いるんじゃない?普通に。てか、前の家。なんでこんなゴミなの?これ。このゲーム。絶対僕逃げませんからね、敵からね。絶対。何があったのか逃げない姿勢だよね。それやっぱみんなには見せていきたい。本当に。別に逃げるゲームじゃねえから、これ。立ち向かうのあってこそだってね。あ、ポジ。なんで行った先にさ、なんで行った先に毎回いるのやべえやつだから。普通にあれだわ、なんかスランプ定期的に来るじゃん。
これ女性で言うと多分生理に近いから、俺女の子かもしれないんだよな。なんか最近思い始めたわ。多分俺は嫌がるわ。あいつら本当についてくるな俺にな。なんでこんなさ尾行してくるのこいつら。普通降りないっしょこんなセントラルなマンションに。頭悪いと思うんだよなやってること。だからちゃんとお前らに現実をさ俺がな教え込んでやるから、舐めるな。これ上から、あーこれ上からも来れんだよな。ちょっと上下で両方で挟まれんのはちょっと有利ではないね。さすがに、さすがに有利ではないね。別にこれ逃げてるわけじゃないですよ。普通に逃げないから敵に対して逃げないで、ちょっとこう前見るんですよ。立ち回りをしっかり見ていって、で伏せると、で車線をしっかり切りながら動く。これ多分有利取ったね。さすがにこれ相当有利ポジ取ってるんで、普通にありえないかんね。私のようなプロがスランプに入るって過去一回もなかったから、人生においてスランプを知らない人間がこんなな不調に恵まれることないと思うんですよ。こんな不調にね襲われるっちゅうことはないと思うので、ただちょっと武器が悪いな。一旦これは消してね、逃げるわけ。クソが、なんでちょっとゴミなのこのゲーム。くらっ、うん、何エナコガチャ、エナコ、エナコガチャって何これ、何とのコラボこれ、きなこかなんかってこと、和食、エナコ、エナコガチャ回すか。これでエナコシリーズが当たれば、まあ、スランプじゃないってなるし、当たんなければまあスランプっていう一種の、まあそのまたギャンブルをするか。エナコ、エナコガチャ、はい10連。なんでエナコって、本当にもう愛も変わらず、愛も変わらずゴミしかないなこれはな。エナコガチャ、エナコ、あもう3度目の正直。これはさすがに、これさすがに